蒸気自動車。蒸気自動車は蒸気機関を用いて駆動する自動車である。人工の動力を用いて進むことのできる人類初の乗り物であった。蒸気自動車が発明されたのは1769年とされ、蒸気機関車1804年や蒸気船よりも古い。発明者はフランスの軍事技術者ニコラ・ジョゼフ・キュニョーである。 急尿はラチェット機構と二つのピストンを交互に用いることで、蒸気機関のピストンの直線運動を連続的な回転運動に変換する仕組みを作り、これを用いて、前輪駆動のミワ自動車を製作した。フランス軍を統率していた最初、ショアズールの命により、野戦時の大砲牽引を行っている馬と荷車に変わるものとして、つまり、 ごとンの大砲を牽引するための重量運搬具、現代のトラックとして依頼された。大砲を後部に積載する仕様のため、車としての機能はすべて前方に置かれる設計となり、エンジンが直接前輪を駆動しまた駆動輪である、前輪一つにボイラーを含む上下エンジン部のすべての重量がかかる構造となり、操打時は前輪とともにエンジン全体が首を振る構造となっていた。 このため舵取りは難しかったがこの時代に選択肢は他になかった。この試作車は全長7メートルを超える大型トラックであり、5トンの2を積載し大人4人が時速9キロメートルほどで走行できたが、15分ごとにボイラーへ給水する必要があり、実際の移動速度は時速3.5キロメートルほどとなった。試作車として2年で2台が製作され、これが 世界最初の自動車と認定されている。ショワズウールの失脚後プロジェクトが放置されその結論を出さずに終わってしまった。その技術を直接引き継ぐ者はいなかった。二号車はフランス革命をくぐり抜け、パリ工芸博物館で1801年から公開されており、現在も見学ができる。レプリカも複数作られており様々な博物館に展示されている。日本では 長久手市にある、トヨテ博物館20分の1の模型が展示されている。その後、蒸気自動車の研究で大きな成果を上げたのは、イギリスのリチャード・トレビシックで、その頃進化していた蒸気機関を使用し、1801年12月に試作車を製作した。その後、ゴールズ・ワー・ジー・ガーニー、ウォルター・ハンコックらによって、 乗り合い自動車として実用化され、馬なし馬車、ホースレスキャリッジと呼ばれるようになった。1827年頃からイギリス各地を結んだ定期運行が始まり、交通機関として定着するかに見えた。しかし、乗り合い自動車に乗客を奪われた乗り合い馬車業者からの圧力や市街地での騒音、売園などの公害、ボイラーの爆発事故への批判から、 1865年に赤旗法が制定される。この法律は、蒸気自動車は、郊外では4マイル、6 4トル、H、市内では2マイル、3 2トル、H に速度を制限するもので、人や動物に警告するために赤い旗を持った歩行者が先導しなければならなくなった。これによって、交通機関として蒸気自動車を運行することは事実上不可能となり、 蒸気自動車の製造メーカーは法律に抵触しない低速の濃厚用トラクターを製造することで事業の存続を図った。イギリスで蒸気動力のトラクターが広く普及した一方、高速のガソリン自動車も含めて高速の自動車開発がヨーロッパ大陸諸国に比して1900年代初頭までやや遅れていたのはこのような背景からである。また、ヨーロッパ大陸でも 蒸気自動車の研究が進められた。特に、フランスでは、金の鋳造職人から転じた、アメデー・ボレーとその息子たちが1873年から1890年代にかけて、先進的な設計の蒸気自動車を相次いで、開発、また発明家のレオン・セル・ポレーは1888年に、ごく長時間で、高圧蒸気を発生させられる、フラッシュボイラーを、 実用化している。さらに資産家のアルベールド・ディオン伯爵が技術者のジョルジュ・ブートンらを用して開発したド、ディオン・ブートン、蒸気自動車は、1890年代の初期、自動車レースにおいて、ガソリン自動車と互角の戦いを見せたりもした。しかし実用上のガソリン車の優位性が明確になるに、連れ、1900年前後にはそれら著名な、 蒸気自動車メーカーもガソリン車生産への転換を図るようになり、用途面で速度よりもごく低速の牽引力が要求される蒸気トラクターのみが比較的遅くまで残ったのはイギリスと同じであった。その後の蒸気自動車は米国で発展を遂げる。ボイラーの小型化に成功し、外見、性能とも当時の内燃機関動力の自動車と遜色がなかった。 蒸気自動車の製造で最も成功を収めた米国のスタンレー社では1897年から生産した。当時開発途上で重く振動の多かった内燃機関と比べない燃機関である蒸気機関は静粛でトルクが大きく変速機を使用せずに車輪を回転させることができた。しかし瞬間湯沸かし式のボイラーが実用化されるまで軌道に時間がかかり、 給水の手間がかかるため、一部で普及するにとどまった。一方、イギリスを中心に普及発展した、農耕、建設用の蒸気自動車は、トラクションエンジンとも呼ばれ、農地を耕すために使用され、道路舗装用には蒸気ローラーが使用された。産業革命において、蒸気機関車が陸上輸送の拡大に革命をもたらしたのに対して、トラクションエンジンは、 輸送よよりもむししろインフラ整備や農作業の機械化に貢献したと言えよう日本で最初に導入された蒸気自動車は1902年に横浜の貿易省が米国ロコモービル社製の蒸気自動車を輸入したこのうちの一台は男爵芋で有名な川田隆吉男爵が購入し自ら運転した川田男爵の蒸気自動車は 現在も北海道北都市の断尺資料館に保存されている。また、岡山県在住の技術者、山は虎王が1904年に初の純国産自動車となる。山は、式蒸気自動車を製作、試運転を行っている。走行には成功したが、納入先の資産家、バスとして使用する目的だったに向かう途中で、橋にかかる手前で、ゴムタイヤ、 当時日本にゴムタイヤの工場はなく、全く一から製作したものが未舗装の道路に耐えることができず、実用化には至らなかった。当時の車体は減損はしていない。1902年、新規登録された909台中485台が蒸気自動車であった。1899年からモービル車が重視車と58、ディーラーを持っていた。合衆国における、 蒸気自動車の生産の中心はニューイングランドで84社中38社があった。ホワイト、エクリプス、コッタ、黒チ、フット、他があった。1903年43社が廃業した。1923年カナダのブルックスが開業した。1926年に終了した。最初に蒸気自動車を市販したのは百九十九年の コネチカット州ブリッジポートのロコモービル社である。1899年から1905年にかけて、数千台のランナバウトを販売した。スタンレースチーマーの設計だった。会社は1903年に、蒸気自動車の生産を終了して1922年、デュラントモーターズに吸収された。ホワイトスチーマーは、オハイオ州クリーブランドで1900年から1910年まで、 ホワイトモーター会社で生産された。おそらく最も有名で最も多く販売した会社が、スタンレースチーマーである。1896年から1924年まで、スタンレー社は生産した。1899年から1905年までは、すべてのガソリン車より多く売った。2番目は、コロンビア電気自動車だった。スタンレーは、コンパクトなキセル式ボイラーと、 単純な副動式に気筒エンジンを搭載した。蒸気エンジンは速度に応じて理想的なトルクを発揮するのでクラッチを使用せず、後輪を減速器を介せず直接駆動する。1914年までスタンレー蒸気自動車は排気蒸気を大気中に放出していたが頻繁に水タンクに補給が必要だったので1914年以降は複水器を備えて水の消費を抑えた。 ヨーロッパやアメリカにはサーカス団のような移動遊園地があった。今日の縁日や遊園地で見られるような先制術やタロット占い、またはボールを投げて標的を倒すようなアーケードゲームが主流だったが、目玉にはメリーゴーラウンドがあり、電飾でデコレーションした蒸気自動車がフライホイールで発電し、それを動力として作動する。ニュートラルにした蒸気自動車がシュッシュッと煙を上げながら、 メリーゴーラウンドや賑やかな電飾を灯したため、当時はスチームゴーラウンドと呼ばれ、人気を博した。日本では、栃木県三部町にある、おもちゃの町番台ミュージアム所蔵のペンデル、プリンセス号にその面影が見られる。自動車の黎明期、蒸気自動車は、電気自動車、ガソリン自動車と歯を競ったが、ガソリンエンジンの急速な発達によって、表舞台から姿を消していった。 それでも、なお、スピードを要しないロードローラ等の分野では、第二次世界大戦後まで一部で使用されていた。愛知県のトヨタ博物館にスタンレースチーマー等が保存されている。本場というべきイギリスには、蒸気自動車、トラクションエンジンマニアが多数存在し、こんなを各地で蒸気自動車の集まる祭典がある。 蒸気自動車のメンテナンスには高度な知識と技術が必要になるが、彼らは大抵の修理は自分でやってしまうほど蒸気自動車の魅力に取り憑かれている。日本国内では長崎のハウステンボスや軽井沢の軽井沢、ワールドトイミュージアムで一時期展示されていた。現在は北海道空地群上富良野町の農業博物館、土の館2902年、 ジョージ・ホワイト・アン三社製トラクターが、栃木県三部町にある、おもちゃの町バンダイミュージアム2919年、ギャレット社製のペンデル・プリンセス号が展示されているのみである。日本国外では、今でも模型が愛好家の間で作られており、ライブスチームアウトドアレールローディング誌では、制作記事が連載されたり、様々な書籍が発行されている。蒸気自動車には、 トラクションエンジンとスチームビークルの2系統があるという認識が曖昧になっているため、両者を混同してしまう傾向がある。トラクションエンジンは主に濃厚、工事用に使用され、公道を走る際には相対的にノロノロ運転、小型特殊自動車と同様な速度になるため、後続車両に多大な迷惑を及ぼすことが多い。一方、スタンレースチーマーとスチームビークルは 移動用に使用され、冷明期のガソリンエンジン車に比べて有速、かつ低ゾーンであった。今日、技術革新の成果を取り入れた蒸気自動車が再び開発されつつある。外燃機関特有の安定した燃焼により待機、汚染物質が少なく、作動が静粛であるという特徴は還元される。また多様な燃料を使用できるという点も大きい。 軌道から低速域にかけてのトルクが大きいため変速機を必要としない等の特徴があり各種の技術革新の成果を取り込んで走行性能としては他の動力源と比較して遜色ないものが開発されつつある。1973年の石油危機の当時、サーブはドクターオベ・プラテルの指揮のもと蒸気自動車の開発を始めた。 電気制御の28ポンドの複数の並列型蒸気、発生器で直径1メートルのタービンを駆動し、1時間あたり16ガロン燃焼することで出力160馬力を発揮した。蒸気発生器は標準的な自動車の鉛蓄電池と同じくらいの大きさだった。蒸気が安定して発生するまで圧縮空気で起動した。エンジンは 窒化放射性の塩水系のロータリー弁を使用した。水は密封された状態で使用された。1975年の第21回、東京モーターショーに出展。230セドリックに寒流ボイラと90度、V 型2気筒エキスパンダーの蒸気エンジンを搭載。排気量は 1000cc、常用圧力は約 50kg、センチメートル、最高出力は 42ps。 19kgm 1600rpm 最大トルクは 28kgm 800rpm 始動後スタートまでは40から60秒としている。ボイラーの開発には汽車製造が関わっている。1996年、フォルクスワーゲングループの研究開発部門であるエンギニオン AG がゼ,ーゼロエミッションズエンジンと呼ばれるシステムを開発した。 蒸気を即座に解放された炎をなくして、軌道から30秒で最大出力に達するものだった。3機目の試作機であるエゼーレイサンは3機筒で、シュコダ・ファビアに搭載された。エゼーレイサンは排気量 1000cc、220馬力、トルクが 500NBM、2ストロック、単動式エンジンであった。排出物は標準的なより少なかった。 セラミック製のシリンダーライナーを使用することにより、潤滑油は不要だった。受け入れる環境が整っていなかったので、エンギニオンは蒸気自動車の市場を創出することができなかったが、似た技術で暖房用のスティームセルを開発した。1906年にフロリダ州オーモンドビーチで、フレッド・メリートの運転で、スタンデースチーマーが時速 203km の速度記録を樹立。 1910年まで破られなかった。蒸気自動車のみならず、蒸気機関動力で走行する、車両すべての速度記録としては、片道走行で、往復走行ではなかったので、国際自動車連盟の公認記録とはならなかった。ものの、1985年8月に、ユタ州ソルトレイクで、バーバーニコルズエンジニアリング車製蒸気自動車、スティーミン・ディーモンが、 時速 234.33km を達成するまで79年間にわたって破られることのない不当記録となった。これを発端とするスピードウィークは今日のデートな500へと発展する。イギリスで蒸気自動車での最高速度記録を樹立する目的でブリティッシュスチームカーチャレンジプロジェクトが発表され、その支援団体としてチームインスピレーションが発足した。 これは、蒸気動力を搭載する、インスピレーションと名付けられた、レコードブレーカーを、製作、自動200マイル、時速3 2 0トルを目指す計画である。ボイラーは、ステンレス製、燃料には LPG を用い、駆動力への変換には、リアークすると同軸に置かれた、直径13インチのタービンが使われる。現段階での設計出力は、蒸気圧3.45音波。 35.2kgf、平方センチメートルで2 2 5ット、12000rpm であるが、今後さらなる高回転化による出力向上が予定されている。タービンから取り出された動力は減速ギアを経て、LSD からドライブシャフト、ホイールへと伝達される。車体は、拡断面ステンレス交換のスペースフレームと炭素繊維複合材の外皮の組み合わせで、 蒸気自動車特有のボイラー周辺は、車熱用のアルミ板で構成される。チームインスピレーションでは、活動資金を得るため、一般からチーム会員を募集しており、入会金50ポンド、約11940円からのシルバー会員は、インスピレーションの記録挑戦の際、現地に招待席が用意される。2007年1月11日から14日に、 バーミンガムで開催されたオートスポーツインターナショナルでインスピレーションの1、4モデルが公開された。2009年8月26日にアメリカ合衆国のエドワーズ空軍基地で時速 239km の蒸気自動車による速度記録を樹立した。オイルショックの時、外燃機関の特徴である燃料の選択肢が 広いという特徴が着目され一部で開発が進められたが実用化には至らなかった。また、濃度差エンジン、発生した蒸気をリチウム塩に吸収させることにより、鮮熱を吐き出す作用応用の開発も一部で進められたが実験段階で終わった。また、旧ソ連末期にも開発が進められたが実用化には至らなかった。しかし、20世紀初頭では、 蒸気自動車の性能が当時の内燃機関式自動車に遜色なかった。歴史上初めて時速時速 200km を超えたのは蒸気自動車だった瞬間湯沸かし式ボイラーによる起動時間の短縮、低速時のトルクが大きく変速機を要しない構造、大気汚染物質が少ない、静粛性に優れる燃料の多様性等、技術革新によってそれらの長所を引き出すことができれば、 再び行動を走る日が来るかもしれない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。